はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の双曲線2をお送りします。で、前回双曲線ポイントねまとめましたので、ここから問題演習やっていきます。で、今回はこの3問やっていきますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回出したいのは頂点と焦点、まあ楕円の時にもやりましたけど、それと全近線出しに行きます。この3つを求めたい。で、ちょっと復習になるんですが、双曲線っていうのは、まあ右と左にあるこのカーブのコンビか、上下のこのカーブのコンビになるんですけど、それの違いっていうのはA とか B の値は関係なくって、とにかくここの数字だけを見てください。ここが、ほにゃらら分の X2 乗、マイナス、ほにゃらら分の Y の2乗になった時に、右辺が1なら、左と右の双曲線です。マイナス1だったら、上と下の双曲線になる。で、そこの違いで、まあ、形というか、イメージを持ってください。だから、まあ、今回ね、外形書くのはね、載せてないんですけど、ひとまず、まあ、一番だけちょっと書きますか。下がったかな？あ、ちょっと下がったね。で、こうなった時に、これがまあ難しいんですけど、まあ、フリーハンドでごめんね。まあ、こんな感じになると。イメージとしてね。で、頂点とか焦点とか全近線出すために使うのが A と B です。で、まあ、ここがいつも通り A の2乗なので、2乗して4になるのは A が2ですよね。プラスだけ考えてください。で、2乗して9になるは B が3と。ここで A と B の値がわかります。で、まず、形をイメージする。こう左と右のね、形のイメージができたときに、頂点も焦点も全部 X 軸の上に乗ってます。この形は。で、頂点はどこかっていうと、ここですよね。ここ。これが、2、A の値ね。こっちを使います。2と、マイナス2になります。だから、まず求めたかった頂点に関しては、2の0。そしてもう1個。マイナス2の0と。この2つが頂点です。で、次、焦点ですね。双曲線の焦点で使う公式っていうのは、公式というか、出し方は、A2 乗プラス B2 乗のルートです。これしか使わない。数としては。だから、A の2乗って今4ね。で、B2 乗9だから足すと13。つまり、ルート13を使います。で、これが X 軸の上か、Y 軸の上かって、その違いだけ。で、さっき言ったように、焦点も今 X 軸の上に乗ってるので、まあ、場所ね、フリーハンドになって、フリーハンドとか適当になっちゃうけど、まあ、この辺にあると。これが、焦点、ルート13。そしてこっちが、マイナスルート13となります。つまり、焦点の座標は、ルート13の0と、マイナスルート13の0。これが焦点。いいかな。まあ、後で出てきますけど、その上と下、この、双曲線の時は、Y 軸の上に焦点も頂点も乗ってるので、まぁ、ちょっとここの場所が変わるんですけど、形さえイメージできれば、X 座標の方に数字使わなきゃなっていうのがわかりますので、こんな感じでやってください。で、もう一丁、全近線ですね。で、全近線はもうね、公式です。左右の双曲線だろうが、上下の双曲線だろうが関係なく、Y イコール A 分の BX です。y イコール a 分の bx。つまり、a 分の b、2分の 3x。と、それのマイナスバージョン。y イコールマイナス2分の 3x と。これで1番の答えとなります。で、もし外形を書けと言われたら、まあ、形書いて、頂点と焦点書いた後に、まあ、大体ね、ちょっと曲がってるけどね。よいしょ。
わかった。全勤線を書いてもらって、で、全勤線を書いて、そのね、y イコール2分の 3x、これプラスの方だから、こっちが y イコール2分の 3x で、こっちが y イコールマイナス2分の 3x になるんですけど、これで OK っていう方もいると思います、先生の中では。ただ、まあ、教科書とかワークとか、あと先生によっては、こっから、トン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 って上出して、トン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 って、ここが3なんですよ。で、トン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 って言って、こう来て、で、下も同じですね。こう来た。ここがマイナス3になります。2って3上がってるからね。で、2って、まあ、3上がってる。まあ、こうね、直線の式に求めるときに使いますけど。で、ここまで書けっていう風に言われたら書いてください。あの、学校の定期テストやるときはね。といった感じです。まあ、あと X 軸、Y 軸とか、あと原点書くとちょっとごちゃごちゃしちゃうけど。まあ、こんな感じで外形書くときはやってみてください。では、2番いきましょう。で、まあ、2番は、まあ、楕円の時と同じように、右辺が1になってないんだよね。だから、1にしたい。つまり、144で割ります。こいつを。で、144で割ると、いっか、右に出そう。割ると、144分の9。これ、9で割ると、16分の1になります。つまり、16分の x2 乗、マイナス、これ、144と16は、16で約分すると、9分の1になる。つまり 16×9 が144なんで、まあこうやって約分してください。で、右辺は1です。で、ここが1になったことによって OK。で、1だからさっきと同じで左と右のこの双曲線になってる。で、こっから A が2乗して16は4。2乗して9は3と。それぞれ AB が分かるので、じゃああとはもう書きましょうと。で、こっちはグラフ書かずに行きます。左と右のカーブって分かったから、頂点も焦点も X 軸に乗ってる。つまり X 座標に数字を使わなきゃいけないので、まずこっち、4ですね。4の0。そして、マイナス4の0。いや、X 軸の方が A 使ってください。Y 軸が B です。で、焦点。まあ、さっきやったように、ルート A2 乗プラス B2 乗。A2 乗と B2 乗足すと25。ルート25は5なので、つまり、焦点は5の0と、マイナス5の0と。で、ラスト。全勤線は、Y イコール A 分の BX。つまり4分の 3X なので、Y イコール4分の 3x とそのマイナスバージョン、マイナス4分の 3x と。これで終了です。ちょっと3つ目危ういかな。右に逃げればいいか。で、ラストいきます。で、ラストは、ここがね、マイナス1になってる。オッケーオッケーなってると。ただ、こっちが分数になってないんですよね。で、このままもちろんできる方は、このまま突き進んでも構わないんですけど、ちょっとね、まあ、分数にした方がわかりやすいと思いますので、ここは下に逃げようか。これ、無理やり分数にする。まあ、楕円の時にもやったので、そっちで詳しく見てもらえたらと思うんですが、こいつは、3分の1分の x2 乗となります。入ってるね。あの、結構、待って。結構入ってた。ちょっともうちょっと大きく書くね。3分の1分の x2 乗。マイナス、これもそう。9分の1分の y2 乗イコールマイナス1です。いいね。結局、ほにゃらら分の x2 乗マイナス、ほにゃらら分の y2 乗になっていることで双曲線。そして、右辺がマイナス1になっていることによって、上と下の双曲線。っていうことがわかります。で、あとは気をつけなきゃいけないのが a と b の値です。こっから。こっちいきます。で、a、2乗して、3分の1っていうのは、つまりまあ、これに、3分の1にルートをつければいいです。今、プラスしか考えないんで、プラスだけ持ってきます。で、これ、ルート3分の1ですね。分けると、ルート3分の1って一応有理化しておくと、なんか一応書いて、ルート3分の1で、3分のルート3となります。で、B です。2乗して9分の1。まあ、これはね、
上も下もルート消えるので、まあ2乗して9分の1になるのは3分の1とすぐわかると思います。で、A と B 出てきたので、あとは答え書いていきましょう。で、まず頂点ですね。で、さっき言ったようにここがマイナス1になっているので、上と下のこの双極線になります。つまり、ざっくり書くと、ぷい、これはダメ。雑すぎたね。あー、ひどい。まあ、いや、ちょ、許して。こうなってるんで、頂点は Y 軸の上、焦点も Y 軸の上に来ます。必ず。だから、Y 座標の方に数字を入れてください。で、Y 座標の方は B なので、こっちです。0の3分の1。そして、0のそのマイナスバージョン。マイナス3分の1と。これがまず頂点。で、次、焦点です。は、上下バージョン。この上下のバージョンでも使うのは、ルート A2 乗プラス B2 乗って変わらないので、A2 乗3分の1、足す B2 乗9分の1。これ足すと、通分すると、こいつ9分の3です。3分の1。だから9分の4です。9分の4をルートつけるので、3分の2になりますね。出てくるから。で、それを使うんですけど、さっき言ったように Y 座標に数字を入れなきゃいけないから、3分の2、そしてそのマイナスバージョン。マイナス3分の2とこうなります。いいかな。で、ちょっと下厳しいね。右行こうか。で、全近線は Y イコール A 分の BX です。ただし今、A がこれ、B がこれなんですよ。で、普通に計算しても構わないんですけど、一応書こうか。A がこれでしょ。どこに書く？ここに書くか。あのね、3分のルート3分の、ちょっと負と書きます、ここ。で、3分の1じゃないですか。で、小学校の時にやったように、5ある2、あ、ごめん、5分の2っていうのは5分の2。分数はこうなって2割る5なんですよ。だから、これも3分の1割る3分のルート3ってやればひっくり返してってできるんですけど、分数分の分数になった時、両方とも下が分母が同じだったら切っちゃっていいです、これ。で、残ったルート3分の1にしちゃってください。のが楽ですね。いちいち計算するよりは。で、ルート3分の1なんで、まあ、さっきと同じなんですけど、有理化すると3分のルート3です。結局ね。だから、全近線は y イコール3分のルート3x とそのマイナスバージョン。マイナス3分のルート 3x と。これで終了となります。いいかな。まあ、基本的に、ま、出し方はあまりね、こう、そんな難しいことはやってないんですけど、使う座標というか、入れる場所をね、ちょっと気をつけてほしい。で、そう気をつけるときには、形をイメージすれば、頂点と焦点がどっちの軸に乗ってるのかっていうのがわかりますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学数3の双極線2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回問題集がもう一本取って、で、その後に、二次曲線、まあ、双曲線とかずっとやってきましたけど、それらが平行移動します。ずっと原点中心に考えてたんですけど、動き上がるんです、こいつらがね。っていうのを、ま、取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。